義元は北条氏康、綾御前をはじめとする強豪揃いの関東勢に勝利、その勢いをさらに増していた。政宗は義元を利用してあわよくば天下を横取りしようと考えていた。だが思惑とは違う方向へ進む事態に政宗は焦っていた。目を乱々と輝かせる義元に、世界に蹴鞠の達人などいないとは今さら言い出せるはずもなかった。そんな政宗の苦悩をよそに、義元は友である信長の手勢とともに西国一の蹴鞠人となるべく、西国の雄に挑戦状を叩きつける。世界を制す前にまずは日の本を制さねばの。第3話西国蹴鞠戦、世界がマロを待っておる。西を制さば東西に沿う、日の本一の蹴鞠人になれるな。私の疑惑以上に話が大きくなってる、どうなることか。奴を止めねば。政宗殿が来てくれたの、嬉しいの。マロの技で歓迎の意を表すの。吉本が言う？まさかね。政宗殿、マロの蹴鞠みやびか。政宗殿、言わずともわかるな。日の本一の蹴鞠人になるため、宝釉を超えてみせるの。バカめ、勝手に話を進めるでないわ。吉本さんって面白い人だよね。蹴鞠と日の本を統一して世界に飛び立つんだね。全軍、吉本は構うな、毛利を攻め立てる。よく聞け、世界に蹴鞠の達人など。見事な鞠さばきじゃの。さすが政宗殿じゃの。聞いておらぬわ。こういうの志を見る、世界と戦ってくるの。わしは一体何をしに来たのじゃ。向こうも義元さんのせいで動揺してるみたい。うむ、ここは押すのが上策であろう。あの軍師二人はうつけ殿から預かった大事な賞、
一緒にいてもらった方が守りやすいな。マサムネの嘘から出た夢が今でも動かせようとしている。マサムネには悪いが、何を見ている。夢の続きを。何の話だ。まあいい、行くぞ。気にしたら負けだ。全軍毛利を押し潰せ。参ったな。どうやら本当に吉本が見えるな。元ちゃん、そろそろ行ってくれるかい。上等。蹴鞠とは武士がたしなむべき技芸の一つ。吉本に蹴鞠の神髄を教えてやろう。誠実にな。開門。日の丸一の蹴鞠の魅力は競い合おう。熱く、この身朽ちるまで戦うしぞ。な蹴鞠だったの。戦場が妙な空気に包まれておる。蹴鞠の名家島津、避けて通れぬ相手じゃの。あれが原因か。居場所を得たわ。遠慮は
無用ぞ。島津は蹴鞠が盛んと聞く。決まろうな。確かに上手はね。特に我が国はやらせたくない。お見事。体が温まってきたの。力任せの蹴鞠だったの。でも楽しかったな。開門。いよいよ元就子を倒せば日の元一の蹴鞠忍者な。進め。ね、ずっと日本にいない？その方がみんな喜ぶよ。マロの和の心は蹴鞠を通して浸透しておるの。マロがおらずとも火の元は大丈夫じゃの。火の元一の蹴鞠人はマロか元就子。これは絶対に負けられない勝負じゃの。蹴鞠で決着する戦なんて前代未聞だろうね。あれ、私は歴史を作ろうとしているのか。桜散りゆく